山口市八頭にある道の駅長門町。さあ皆さん、八頭和牛のつくね焼きからいただきます。おいしい。すごいお肉が柔らかくて甘くて、ああうまそう。おい、シンジ、スマホバッグじゃなくて、たまには友達と外遊びに行ったらどうだ。あ、そうそう、ねえ、今から二人でお出かけしてきてくれない？あとお買い物もお願いね。え、今から？シンジと二人で？しかも今日しょ？え？あ、いや、すみません、行きます。あの目やばかったからな。あ、これだ、優勝賞品、なんと阿藤和牛。あ、まだ時間が少しあるからさ、父さんいいとこ連れてってやるからさ、行こうぜ。よし、早くやったことねえだろう。父さんに任しとけって。よし、シンジ見とけよ。シンジ、お父さん、かっこ悪い。あれ、それやば。これだってこんなんだもんね。ほら見てみろ。シンジ、これリンゴってさ、取り方こうやってやるらしいんだよ。すぐこれ取れるらしいんだよ。あれ、うまっ。おしゃれな、おしゃれなあいつさ、だからおしゃれに、おしゃれに、おしゃれに、いっぱい買ったな。これでお買い物は大丈夫だ。あとは阿藤和牛ゲットするだけ。父さん、竹馬頑張っからね。息子と一緒に出たいんですけど、お願いします。すいません、残り一枠なんですが。一枠、どうする？任しとけ。これ見て、お父さん結構早かったんだよ。本当じゃん、早いじゃん。お父さんかっこよかったからアップしちゃダメかな。いいんじゃない。
舞い散るフリフリフリ。